日本の書道史では、有史以来、現在までの日本における書道の歴史を記述する。この記事では時代ごとに、その背景、書風、筆跡、書人、教育など書に関連した辞跡を記す。日本の書道は、漢字の伝来に始まる。それ以前に、日本独自の文字の文化はなかったとされている。人大文字で記した文献が存在したとの説が、江戸時代から示されたが、 現在の学会では認められていない。日本に漢字が伝来したのは、弥生時代に遡るが、その時代の日本ではまだ文字を本来の意味で使用することはなかった。日本で作られた名文を有する最古の遺物は5世紀前半頃のもので、日本人は早くから漢字と出会いながらも、その時期まで文字を必要としなかったのである。そして、その遺物にはすでに万葉が名の用法が見られ、書体は、 霊書から会所への過渡期のものが使われた。それらは朝鮮半島を経由した中国の文字文化が基本となっている。社教と進む登場風の流行を続いて仏教が伝来し、日本の書道は急速に発展する。アスカ時代の聖徳太子奈良時代の聖武天皇によって社教が成功し、国家事業として写経書が設けられて文行で制作されたのである。また、遣隋使や、 剣道史により中国文化が直接日本に将来するようになった。特に東大は中国書道の黄門時代で王義史書法が最も尊重されていたことから日本で進む塔の書風が流行した。和洋の完成と牧跡の牧行に始まる書のに、極文化平安時代初期の佐賀天皇は東風を好み、日東した空海、立花の早成らと共に新塔の書に藩を取った。 しかし、これら三府では、中国の模倣だけにとどまらず、中国風を日本化しようとする規迫ある書を残した。そして、平安時代中期、等の衰退に伴い遣唐使が廃止され、国風文化の確立によって、金が誕生した。さらに三後によって漢字が和洋化され、和洋書の完成期を迎える。この和洋書は、鎌倉時代から分派し、様々な書流を形成した。 またこの時期に中国から禅僧が来朝し、日中両国の禅僧によって、再び中国の諸風が注入された。この禅僧による書は、牧石と呼ばれ、武士の趣向に合致して、鎌倉時代の禅輪の間に流行した。さらに、室町時代に茶道が生まれて、禅と結びつき、茶会の掛け軸として牧石が珍重されるようになり、江戸時代からは、唐用として継承され発展した。 一方、和洋は、孫厳流が、江戸幕府の公用書体として採用され、庶民にも広まった。各して、日本の書は、唐洋と和洋に二分されたのである。陸朝書道の成功と、上代様の復興を明治時代に入り、この時代の実験者の多くが、漢学の素養があったことから、唐洋の書風に傾いていった。そして、新国の洋子系が、 漢木陸長の秘張を携えて来日し、日本の書道界に大きな衝撃を与え、この影響により、岩谷十六、松田幸か、草壁明角らを中心に、陸長書道が盛んになった。これに伴い漢字は和洋が衰退し、唐洋は陸長書によって革新されたが、唐は明治時代中期に伝来の文化遺産の復古が叫ばれ、正しい愛、大口修行、 小野が道を中心に、上代様が復興された。そして草壁明確と、西川春道を中心に、今日の漢字書道会の基礎が作られ、金書道会においては、小野が道が、多くの門人を育成した。近代書団史の始まりと現代書の出現、大正時代末期、当時のほとんどの書家を結集させた、書道団体が誕生し、年1回、大展覧会を開催した。名を、 日本書道作ぶり会とした、この団体は、豊道春会の尽力により結成し、ここに近代書団史が始まった。そして理合集参の結果、台東書道院、東方書道会、大日本書道院の安定した、大規模な団体の結成に至る。大日本書道院は、草壁名閣門の日、大天来を中心とする団体で、この天来の門弟たちによって現代書が出現する。 朝鮮半島を経由して、漢字や仏教などの中国文化が将来した。寒意圧国王院、陰影隅田八万神社人物画像経日本初期と古事記には、くだら王の使者、あちききが、経典に通じていたため、王神天皇15年に皇太子、都道地いらつ子の死となり、そのあチききの紹介により、王人天皇16年2月に入場したワニが、論語十巻、 戦時門一貫を献上したと記されている。この時代に将来した筆跡詳細は仏教公伝を参照金明天皇13年漢字と同様に朝鮮半島を経て仏教が伝来し仏典の書者が始まる。この時代の筆跡、北家義儀書、金剛上ダラニ教神がどの時代に日本に入り、さらに正式術が伝わったのか定かでないが、 聖徳太子が仏教を尊心し放流寺を建立するなど仏教の交流に伴い社教が盛んになりまた国家機構が整理され始め古籍用紙のような公共紙が大量に必要とされる時代が到来するなどして飛鳥時代には書道は急速に発展した日本の書道はくだらよりの陸長書道から始まるが聖徳太子が遣隋使を派遣するなど中国文化が 朝鮮半島を経由せずに、直接日本に将来されるようになり、つい、聖徳大使の自筆とされる、北ッ義書四4巻は、陸朝風であるが、金剛城ダラニ行が東風であるのは、その変遷の恒例である。この時代に、署名のあった人物詳細は、日本の初回一覧やスカ時代を参照、この時代の、筆跡聖徳大使41から42歳の書と、され、 金石文を除いた現存する書籍では日本で最も古い。元法隆寺に伝わり、今は皇室のおものとなっている。各官とも両詞は気候ぞ紙で白紙がところどころにわずかに混じっている。本文中には作字や貼り紙や継紙があり、遂行された装甲であることがわかる。一紙に二十九行、一行二十三から二十四字で書かれ、 諸風は陸長社教に似ており、自体は扁平で波方が美しく軽妙で筆力がある。船王語の母子名である。船氏はトライ系氏族で祖父の時代から分筆を持って職としていたと言われる。名文中に母親年の年が見え、元孫、日本最古の銅板母子とされている。しかし、名文中の会位の用語から668年よりやや下るとの説がある。 名文は縦29.4センチ、横6.6センチの薄い短冊形の銅板の表裏に各四行。その内容は母子の主である船王子の出自、経歴、訓行、没年と王子の死後27年の天示天皇7年に妻の安里このおとじと共に松竹山に改装したとある。文体は和洋化された漢字文で記述され、書風は陸長書風から、 随当書風に近づきつつある。書体は、恩賀な解書体。出土の詳細は不明であるが、江戸時代に、現在の松竹山古墳から出土したと伝わる。その後、再臨時に伝来し、明治維新以後、三井家の所蔵となり、現在、三井記念美術館に保管されている。国宝、587年に、随のじゃなくったが簡約した経典を、 河内国式の軍の仏教信徒が、そう、法林の教家によって書写したものとされている。しかし、その教家を受けた者はトライ人とも言われている。諸風は、横角の春筆を右上に押し出しているなど、諸島の三体化の一人である、王陽淳の子、王陽通の、道陰法師匹に似ている。書体は、旬抜けな楷書体、両子は、か、まし、大きさは縦26.1センチ。 全長712.1センチ。現在、文化庁に保管されている。国宝。奥垣に見える年記日の絵犬年については、その書風や701年の大法律領施行以前の、用語、表を使用していることなどから、686年に否定されており、本教は、日本の社教で最古のものとなる。ただし、日本で社教がいつから行われたかについては不明である。 日本初期に673年にアスカの河原寺で初めて一切経を書写したと記されているが、一切経が書写されたということは、写経がもっと以前から行われていたと考えられる。そのような当時の写経の中で、本経の書風は特殊なものと言える。当代までの写経の特徴は、一行を十七字で書き、書体は、解書体、アザ型は扁平である。 一行に十七字という制約の中で読みやすい大きな字を書くためには字型はおのずと扁平になる。しかし、本教は王法の書風であるがゆえに縦長の字型となっている。686年、内百698年の長瀬寺銅板ホッケー節操図名が本教に極めてよく似た王様順風であるように、当時の日本では王様順風がかなり流行していたが、 写教に用いられているのは稀である。学期論光明光合林、元明天皇が党、平城系に定めてからの時代で、中国では中東の時代にあたる。遣唐使をはじめ、党との交通が盛んになり多くの中国文化が伝わった。特に、聖武天皇の天平年間は、奈良文化の最盛期であり、書道の発展が著しかった。この時代の書風は、 陸朝風の外に進む等の書風が書かれ、王義師の書法が学ばれた。光明皇后による王義師の学記論の臨書が有名で正倉院に現存する。なお、万葉集では、義師や大王を弟子と読ませており、この時代、王義師が弟子すなわち、能書の代名詞であったことがわかる。聖武天皇は仏教を尊心し、奈良の東大臣などを建立し、 国家事業としての仏教交流を図った。これに伴い社経が成功し、社経書を設けて社経生を養成し、社経体が生まれるに至る。この時代の社経の遺品は、東大寺会団員に伝来した剣究業をはじめ数多く現存する。律令制度化の教育機関である大学寮に諸博士という役職が設置され、後に書道と呼ばれる学科が形成されたが、 早い段階で衰退している。詳細は、日本の初回一覧奈良時代を、参照、風信長空海筆、延暦13年とが、平安系二千里、政治、文化の中心地となった。聖武天皇が奈良時代の天平文化の中心者であったと同様に、この時代の公認文化は、佐賀天皇を中心に大きく発展した。平穏な政治情勢のもと、空海、 立花の早成を、はじめ多くの名家が排出し、名筆が依存した時代である。泣き、清志商人氏、佐賀天皇新関心等の書の流行と三府で、延暦二十三年に、検討氏が派遣され、最長、空海、立花の早成らが日頭した。この頃、唐の文化はすでに衰退期に入っており、彼らは、当時の新風をもせず、進むおよび、初頭の書を自主的に摂取し、 王義氏や、当人の書籍などを日本に伝えた。進む党の書風は、日本の宮廷社会で愛好され、ことに、佐賀天皇は東風を好み、宮城の文学の名称を東風に改め、自らも文学を書き、当時、署名の高かった空海、立花の早なりにも、同様に文学を書かせた。この三人は、平安時代初期の第一の農書として三筆と、称された。 特に空海は日本の王義士とも言うべき不正室の農書であり、その重厚で装飾的な書風は大支流と称されている。また、この三府での時代に特筆すべき農書として最長がおり、佐賀天皇の神官に最長の入滅を嘆き悲しんだ創書体の泣き清子承認士がある。この時代に署名のあった人物詳細は、 日本の書家一覧初期を参照この時代の筆跡、玉泉町、小野東風書打った天皇が検討士を止めて以来、日本の書道は日本趣味を増した。中でも注目すべきは、金の出現である。かくて、金と漢字との調和が、日本書道の大きな課題として提示され、これに応じて和洋書道が完成された。その完成者は、小野東風である。彼の後、藤原すけまさ、 藤原光勢と、いわゆる三跡が相次ぎ、黄金時代を現出したのが、中期の特色である。金の成り立ち、編集漢字の伝来により、漢字を使って日本語の文章を記す努力が始まり、この表記法は時代と共に変化した。山の上皮では、漢字を日本語の語順に並べ、送り仮名や手にお花度構成仮名で書かれる部分を記さない文章となっている。 第一種カリアザなラ時代、天皇の命令を記した占領という文書では、送り仮名や手にお葉は漢字の音を借りて小さく書き入れている。のには、の、はには、なみ、おには、かなどを一定して使っている。このように漢字を使い、日本語の音に当てはめて書き記す表記法を仮字という。仮字は、構成万葉仮名と呼ばれるようになった。4500種余りの和歌を収録する。 万葉集にこの仮字が用いられていることによる。和道四年成立の古事記には日本語の音を表現するために仮字と漢字の句を交えて読ませる工夫が施されている。焦燥院万葉仮名文書。焦燥院万葉仮名文書とは、焦燥院の中倉に伝わる支配文書で一字一音の仮字ばかりで書かれた文書二通のことである。二通のうちの一通の支配には、 天平法治6年1月のものと考えられる記録、増石山寺諸食持用要が記されており、このかな文書は天平法治6年より以前のものであることがわかる。もう一通の支配には天平法治6年1月30日と2月1日付の増石山寺公文案という文書があり、筆者は異なるものの、前の一通と同時期に書かれたことがわかる。両文書とも、 行書体と草書体を交えて書かれており、一つの音には一つの字を統一して使い、あまり画数の多い字は使っておらず、現在の金の感覚に近い使い方をしている。また筆者は脳書ではなく、一般の人の書きぶりである。仮字の文字数の減少なら時代は、上大特殊金使いにより音の数は87音あり、書く音に対して数種から十数種の漢字を当てたため、 戦時近くの仮字があった。その後、画数が少なく書きやすい字に淘汰されていったことや、光類、乙類の混合で音の数が少なくなったことにより、平安時代後期には約300字に字母が減少した。総柄、カタカナ文字数の減少と並行して、字体の簡略化が進み、平安時代初期、仮字を総書体で美しく表現した総柄が使われた。 草金の筆跡として、秋葉木町、綾地歌切れなどがある。草金は草の手とも呼ばれた。手とは筆跡のことである。また、主として仮字の一部を用いて、カタカナが誕生した。カタカナは、平安時代初期の頃より僧侶が経典を読むための訓典として、その行間や余白に記入したのが最初である。小さく書けること。 早く書けることの必要性から当初から記号的な性質の強いものだった。平安時代の中頃になって現在のカタカナに近くなったが、それまでは元の漢字の字型に近いものも多く、筆者による差異が小さくなかった。筒見中名言集伝、電、きつらゆき書き女で平安時代中期になると、総仮名をさらに崩し簡略化して記した仮名すなわち、ひらがなが誕生する。当時の仮名は、 数字文を続け字にする、いわゆる連綿でもって綴られ、女性が使うことが多かったことから、女でとも称した。これは貴族をはじめとする宮中の男子官人が、その職務上、漢字文を多く書き記さなければならなかったことから、男の書いたものを男でと称したのと対称したもので、ある。ただし仮名の文でも、大抵の漢語は、漢字で書くように当時漢習付けられており、 女性もそれら漢語を漢字を書くことができなければ、金の文を綴ることができなかったし、男性も和歌は女ですなわち金で綴っていた。この頃の貴族の男女の交際はもっぱら和歌のやりとりであり、和歌の内容は、もちろんのこと、金の書きぶりもその人物の評価を決める一つであった。また、古今和歌集をはじめとする直線和歌集の編纂なども、あって、金書道は、 全盛期を迎えるに至る。この時代に、署名のあった、人物詳細は、日本の初回一覧中期を参照。この時代の筆跡、本編に入れ、平安時代末期は、陰性の開始と武家の台頭による、貴族社会の混乱衰退を反映して、優美なものから個性的意思的な傾向を示し、華麗な装飾写本が成功した。代表される書に、西。この書は三十六河川の和歌を、 農書20人が分担して書写したが、筆者が明らかなのは、藤原道子、藤原定、藤原定信の3人だけである。この3人を中心に、宮廷の農書が活躍した。なお、この、西本願寺本36人歌集は1896年、大口修行が、西本願寺の書庫から発見したものである。加水藤原定信がせせは、 藤原光勢を外し、行きつね、これふさが、平安中期に、さだざね、さだのぶ、これゆきが、平安後期にと、歴代の王を輩出し、後世、世尊寺流と称された。世尊寺家は八大行能から世尊寺の加名を名乗り、十七、大後期で終焉となる。六代目のこれゆきは、日本最初の書論書、夜覚定金賞を残している。 装飾業の成功者教も成功したがその経典の多くは、ホッケ業であり、美しい装飾業に仕上げられた。その代表作は、苦悩事業と平家農協で、苦悩事業中の、比喩品、第三の筆者は、藤原定信である。なお、藤原定信は、一歳五5048巻を42歳から64歳までの23年間で完成させた。この時代に、 署名のあった人物詳細は、日本の初回一覧後期を参照この時代の筆跡さらし品日記、藤原定家書、源頼朝が鎌倉に幕府を開いてからの時代で、中国ではそう、元の時代にあたる。政権が区下から武家に移り、浄土宗新宗日蓮宗などが起こって、武家と僧侶が権力を振るった時代である。前奏の来朝により、日本と 中国両国の禅僧によって、禅様が成功し、その感銘高和な処方は力強く、和洋書道会に制風を注いだ。和洋と禅様とが並び行われた時代、また、文字の美の追求から実用性を重視する変革が、なされ漢字化生じり文が一般化された時代でもある。禅様禅様とは、壮大の書風で、中国の禅僧の間に流行した、祖食、皇帝権。 英仏、超速これなどの書を指し、進む等の規範や伝統から解放された自由合計なもので、なら朝以来行われた線の柔らかい王義士風のものとは全く趣向きをことにするものである。宋の滅亡後、元が起こったが、禅宋の往来は、ますます頻繁であった。この禅宋のもたらした中国書法による筆跡を、墨跡と呼ぶ。近来では、宋、元時代の他に、 江戸時代の大幕派の前奏の諸風も、牧石と呼ぶのが、一般的となっている。和洋、新刊様和洋の諸流派、すなわち世尊寺流、世尊寺流から、平安時代末期より、藤原忠道によって分かれた、発祥寺流、藤原春勢による春勢流、藤原定家による定家様などの諸風が確立し、特に発祥寺流がこの時代に入り大流行した。また、 鎌倉時代以降の天皇家の諸風を、後世、新刊様と呼んでいる。新刊様には、伏見天皇による伏見院流、御縁優天皇らによる直筆流、五柏原天皇による五柏原陰流などがある。この時代に、署名のあった人物詳細は、日本の初回一覧鎌倉時代を参照。この時代の、筆跡室町時代は、乱世で、書道は和漢ともに崩れた。 安土桃山時代に入り、個室を愛願賞味する風潮が起こり、わずかに世紀を保った。この時代、中国では、元から明の時代にあたる。和洋鎌倉時代からこの時代にかけて、三府で三跡を外する和洋が現れているが、最も勢力があったのは、世尊寺流、ホッ寺流、尊遠方ン法神皇を外する正蓮院流。 自明院元春による自明院流の四派であり、いずれも後勢の流れを組むものである。また、鎌倉時代の伏見天皇ら諸天皇による新官様の後を受けて、この時代の諸天皇も華麗な筆跡を残している。尊猿法神皇は伏見天皇の第六王子で、その奨励院流は後にお家流と呼ばれ、江戸時代まで日本の書道の中心的書風となった。 前奏の諸木石弱室元光書庫の時代も、前週は、公家や武家の家を受け発展を続けた。鎌倉時代の前奏の書は、奏風であったが、この時代は、元の長毛布の影響を受けている。雪村友梅、寂室元光らが、その代表である。また、五三文学が成功するとその前奏の書風に、日本志考が加味された五三様が流行した。古筆。 上代様平安時代から鎌倉時代に書かれたかなの名筆を特に個筆という。安土桃山時代になって豊臣秀吉らは個筆や墨石で茶室を装飾し、文人などを招いて愛玩賞味するようになった。その風潮はやがて民間にも波及し個筆はますます珍重された。もともと個筆は巻物屋城であったが、それを切断して収蔵するようになり、 それぞれを個室切れと呼ぶようになった。これらの個室の心顔を鑑定する人を個室鑑定家と称し、当時個室のリスケは有名である。また、平安時代中期の三後の書や個室など、完成期の和洋書を指して特に上代様と呼び、鎌倉時代以降の書流による和洋書と区別している。この時代に署名のあった人物詳細は日本の書回一覧室町。 安土桃山時代を参照、この時代の筆跡、十弁十傷、池大河書、徳川家康が征夷大将軍になってからの時代で、中国では真の時代にあたる。この時代は、江戸幕府の文教政策によって、書道会にも革新の風が起こり、唐洋、和洋に大きな変化があった。伝子大和かま本阿弥光越書江戸時代初期を代表するの三筆の書は、 前代から継承されたお家流を土台としており、彼らの格調高い書風を学ぶものが多かった。貴族文化から庶民文化へ、平安時代以来の書道は上流社会の人々の間で行われていたが、この時代の書道は一般庶民にまで普及した。これは寺小屋という一般庶民の教育機関が全国に設けられ、その教育の中心が手習いであったことによる。 寺小屋では主にお家流が習われた。唐洋が、呪者や文人趣味を好む学者など、特定の範囲で広まったのに対し、和洋は、公家、武家、庶民を含めた、広範囲に広まり、数の上では、和洋が勝った。和洋の代表、江戸時代中期の和洋の代表は、幕府有筆の森印象、上代様の復興に努めた、この家広、地影流を成した、加藤地影。 池大河などがいる。池大河は後に中国の書の影響を受けて独自の書風を確立した。この時代に署名のあった人物詳細は日本の書会一覧和洋を参照この時代の筆跡墨跡この時代の墨跡は大徳寺、明神寺の禅宗と大幕派の禅宗の書を言い、宋の米仏、元の長毛布、明の文朝名、祝院名、陶器章の書風である。 寛永十年の鎖国令によって、中国の書籍、法上などの輸入が極めて制限されている中、この王幕僧たちの書は、主として、儒者、軍人、僧侶などに受け入れられた。王幕僧の中で、陰元隆起、木安小刀、即秘助一の三人は特に農書で王幕の三筆と、称された。唐用木籍の中国書法は、北島雪山に伝授され、雪山は、 唐用の創始者として活躍した。その手法は、江戸の門人、細井光沢に伝えられ、唐用の流行を格好たるものにした。そして、広沢は、漢が百端など多くの著書を残し、唐用推進の原動力となった。その後、サビ、玄、池、大柄が継承し、江戸時代末期には、幕末の三筆と呼ばれる、市川米安、牧良子、 抜きな数王の三人へと展開していった。この三人は、武家や儒者に信奉者が多く、特に、江戸の市川米安は初代名にも門弟があり、その数五千人とも言われた。江戸時代中期頃から、処法の研究が進み、これまでのもと、民の処風から、進む党の処風を提唱する者が現れ、牧良子、抜きな数王らは、進む党派であり、市川米安などは、民進派であった。 この二杯の流れは、明治時代になってからも続き、明治時代の多くの書家に影響を与えてゆく。この時代に、署名のあった人物詳細は、日本の書家一覧から用を参照この時代の筆跡、五千期五羊、牧良子書、福沢諭吉位木、独立寺村、第三用の筆跡、三、木村重成妃、草壁明確書きは用からから用へ、江戸時代末期。 五花流でなければ、書にして書にあらずという偏見があったが、五花流前世の時代にも、唐用を書くものがあり、その多くは、文人仏閣、儒者、以下などであった。幕府が倒れて、明治政府になり、政治の中心である、大上官の文書家には、幕府時代の唐用を書く人々が多く、職を奉じるようになった。岩屋十六、草壁明覚、長松周勤、菱田加陽。 北川康明などがそれであり、これによって、宮中府中の文書はからよ用で執筆されるようなり、日本の書風に一大変遷をきたした原因となった。当時の唐用といえば、西では海翼流、東では良古流、米安流などが、新派の陶木であった。それから10年ほどは変遷もなく、しばらく唐用が発展した。陸朝書道の木工戦8 8 0年に、 来朝した洋子系により、日本における陸朝派の処風が始まる。その後、中林五地区が渡り清しし、諸法の研究に従事した。この五地区の留学と洋子系の来朝によって、維新の初年、五下流を滅ぼしたから用の審派に代わって、陸朝書道が流行するに至ったのである。それ以来、明治の終局まで大体において我が国の処風に、 変化というものはなかった。良子流、編集から用の進化の中で、良子流が盛り上がりを見せ、かなも、良子の時代に調和した地下下流が用いられた。王用順の処方を取り入れた新鮮で、明るい菱子の書風が、明治維新の信仰の感覚に受け入れられ、明治政府の寛容文字は、五花流から菱子流に改められた。やがて菱子の解消はますます人気が高まり一世を、風靡した。 両子の門弟として、中沢幸城が、史風をよく継承し、後に、岩谷十六、西川春道などの大家を輩出する。また、両子の門弟の牧良丹が、修辞教科書の執筆者になるなど、両子流は主に教育面と実用面でその後も、貢献する。陸長書道、編集用紙系のトライと、その影響1880年4月。 洋子系は新国中日講師館、アキラの招きで、勘義陸長の秘長1万3000点を携えて来日し、4年間在留した。この出来事は、それまで貧弱な半本を頼りに研究するより他に、方法のなかった日本の書道界に大きな影響を与え、特に菅秘や北秘に注目が集まった。奈良時代以降、日本の書は、進むと、そう、もと、 民心の書を転居にしてきており、官費や北費は、草壁明確らの目に新規なものとして移った。そして岩屋十六松田ゆきか、草壁明確の三人は、ほとんど日課同様に、養子圏を訪ね処方を問い、これが、陸長書道流行の発端となった。この後、日本人の渡り清が、相次ぐ。1882年、中林五地区があまりもとまゆとともに、 渡利清氏、き本真由まゆの師範有を訪れ、処方の研究に従事した。貴重後、長崎方面で、陸長派の処風を湖水し、その後、登場して、草壁明角らと交流したが、洋子系の説とは往々見解が異なっていた。しかし、この、ご地区の留学は、洋子系の来場とともに、陸長風母校の最大原因となったのである。 続いて1891年明覚が、渡利清氏、湯、陽賢、五代長などの大家を訪ねた。助産家の絵の影響北方新仙は1877年7月、東本願寺の命により不況のために、渡り清史した。その後も水土渡航し、湯と交わるが、当時の大家助産家の絵を最もよく学んだと言われる。 岸田銀行と円山大宇は1879年頃、銀行が上海に開いた商業上の関係を起源として、助産家の絵に親近し教えを受けた。秋山緑城は1886年、渡り、西川春道は日本で、秋山緑城が新国から持ち帰った、助産家の絵の書を学び、助産家の絵へ系統した。当時は、通常、会所、行所、 書を学ぶまでであったが、春道は、書域を、霊書、天書まで広げた。上学派と飛学派このように明治に入って、新人の飛学派との交流により、北飛の書などを中心にこの飛学派に走る新しい、主張が生まれたが、これに同調しない動きもあった。成瀬せ大域、長山州、日高梅谷、吉田万花、金井金道などは、伝統的な書を守ろうとし、 党の眼神経の処方を主張した。そして朝三州の門邸の日高梅谷が国定修辞教科書の執筆者となったことから、この時代の教科書の処風は眼法になっている。このような保守派と革新派との対立は、ちょうど新国の上学派と非学派に告示している。かな、編集庶民の間では依然として、 五花流が根強い人気であったが、上代様に対する知識の普及に力を傾倒した、何和図いが1890年に三上な指導、東久瀬地区邸、小杉温村、高崎正風、大口修行、万馬沙海、田中光明によって創設された。この、何和図いの運動は、伝来のお流に修正を加える努力を開始し、今日の金書道の規定を形成する上に大きく、 貢献した。金書道における重要な人々はほとんど何話遣いに属していた。また1896年には大口修行が西本願寺から西本願寺元36人歌集の漢本を発見し平安穴の域を紹介した。学者、編集、明治の初期は幕府の精神的支柱であった漢学者と洋学者の感性が混じり合い。 独創的な文人市民風の詩文の達人が多く生まれている。西洋の学問にも大いに理解のあった、福沢諭吉や川田王子、中村吉隆、三島中秋、安井即権は見事な記号を残している。柳川西岸の直径も栄え、森田梅、大沼鎮山、森春桃、小野古山は星門の四天皇と呼ばれて、四段で活躍した。 明治中期の代表的な文人書家の中でも大きな存在感を示したのは、添島総会である。添島は遺憾、秋田や高順圏から直接指導を受け、しばしば互いに墨の縁を開いて、私文の応酬を行い、王党や養子系と信仰を結んだ。これら士官の人々と深く交わった人物は意外にも少ない。一方、京都では、 東京とは違った独特の手段が築かれており、代表的な書家としては、山田梅東、岡本鉱石、山田水雨、草葉船山、山中誠一、伊勢少将、上山法洋、江間甘江、市村水香、柳川光乱らが挙げられる。彼らは、第三洋の系統を引いた人々で互いに関係があった。ただ、草葉船山は1876年に、 以前より、高師塾を率いて、京都に出た人物で、他の文人とは別格の存在であった。これら京都の学者文人の中で、最も勢力があったのは、宮原節庵であったと言われる。憲兵の流行、政治家、編集江戸時代後期から、大正時代にかけて憲兵が流行し、東京の下町には、江戸文人たちの石踏みがたくさん残っている。特に明治十六年頃から、 未曾有の憲比ブームとなり、草壁明確は全国を案夜して、碑文を書き、その数、千数百期に及ぶと言われる。いわや十六話明確に次いで、多くの碑文を記号している。その他、西川春道、柳田忠司祭長三州、野村祖剣、金井勤道、宮島英氏など、多数の書家が携わっている。また、明治天皇の直命により、新党碑が、明治から、 大正時代にかけて発揮立てられた。明治初期の政治家の中には書に通じた人物が多く、鳥岡谷方や山岡鉄修らは代表的である。また、元君の中には、農書が多く、勝海舟、広沢佐根伊藤春坊、木戸将棋区、大久保高等、三条なし道、西郷南州などが挙げられ、大正に入ってからも犬海牧道などによって書の進行が行われ、 新透費が建てられている政治家も多い。新透費新透費とは、墓所の墓道に建てる聖徳費であり、大久保公新党費などがある。草壁明確73歳の時、加賀山中温泉で150日を費やして処した。一時の大きさは5センチ角で、掃除数2919時は我が国最大の解除費であり、明確の最高傑作と言われる。 青山霊園にあるが、ここには1万5000の墓碑が立ち、書的に貴重なものも多い。書道会の発足、編集明治中期頃から、書道会の結成と解放の発刊が始まった。1902年には、陸書協会が展覧会を開き、現代の書道団体の形態に近づいてきた。この時代の書道会は、気上の研究から、小さいながらも一種のジャーナリスティックな世界をも、 形成し、盛んな論争が行われ、展示会が街頭に進出して、一般の人に話題を提供するなど、次第に近代的な成長を遂げていく。書道の観光物の発行書道思想の普及、宣伝の新たな方策として、明治時代末期から大正時代にかけて書道の観光物が発行され、今日の書道界における PR 運動の先駆けとなった。書 書園書道及び画道、筆の友、書道研究、書生、陸長書道論などが発行された。また前田木法は、不便な出版事情にあって貧弱な北条出版から、出発して、古典資料の普及にその反省を費やした。漢字、編集用紙系より啓発を受けた、草壁明確、いわや16の陸長書道、また、助産可能へに影響された西川春道、さらに、 中林五地蔵の活躍によって、明治末から大正にかけての漢字書道会は、華やかな動きを示している。かな、編集かな書道会でも何話遣いの啓蒙運動が、精神な息吹を注入するが、その中で最も大きな出来事は、小野画像を主柱とする、各花会の活動である。ただ親愛、大口修行などが、個室の領域で研鑽を重ねていたが、 ガドはこれに参画しながらも、平安朝の総柄を規定として、独目の流霊なスタイルを暗出し、婦人たちで修事をする者は、ほとんどこの組織で習うという盛況を提した。西川春道門の豊道春会による、大正末期の日本書道作ぶり会の創立を皮切りに、大規模な書道団体の結成が相次ぎ、その団体による書道展が開催された。 近代書段誌の始まりである。また草壁明画門の日、大天来による現代書の出現もこの時代の特色である。そして書道に関する各種の観光物が多量に発行されたこともあって、書道の普及、発達が著しい時代であった。代表的な書家には、昭和の三府でと称された西川康氏、日々の五宝、手島有慶が挙げられる。書道団体の理合集散。 編集謙信書道会1904年、西川春道の皇帝たちにより創立された謙信同窓会を母体に持ち、諸井春慶、豊道春会、武田華道らが参加。1930年には春京書道会創立。1933年5月に西川康氏、林祖道、江川碧丹、長海久久井道、金子慶雲により謙信書道会が創立された。 大東は戦争終結後、築地本願寺にて、初段階を行い、天国部を設置。理事制を敷いてからは、青山三羽が初代理事長となり、副理事長には、戸野村乱殿、上条新山を要し、七県人を輩出。昭和57には、金部が新設され、漢字、金、天国の三部門となる。同会は、現在も存続しており、 定期的に日本芸術委員へ人材を送り出している。日本書道作ぶり会1922年正月に草壁明確がなくなり、同年12月に小野稼働が成去した。その2年後の1924年8月、西川春道没の皇帝である豊道春海が当時のほとんどの書家を結集して日本書道作ぶり会を創立させるという偉業を成し遂げた。 その第1回展は、翌1925年11月、日本美術協会列品館で開催された。1926年の第2回展は新築の東京府美術館で開催されたが、非対展来とにわかり。そして第3回展が開催された翌年、8人の初夏による新書道会創立という宣言書が発せられた。書道会、長谷川 吉田茂武、高津家畜堂、田代明、鶴、松本法水、助文移さん鈴木水賢の八人を発起人とする九百二十八年一月の書道会創立宣言書には書道の作行に対し、小生等をよてより経営振るどころ、ありしが今回いよいよそれの基礎しここに、新たなる書道会を創立し書道の健全、なる向上発展を、鶴と同時に実力本位に、 より新進の体制を、騎士券手更新を、有益線こと予約す、とある。この8人が中心となって1928年7月に、結成したのが、母親書道会であり、日本書道作ぶり会からの分離独立によって、書道会は2分された。大東書道院、母親書道会結成からわずか2年後の1930年6月、日本書道作ぶり会と、 母親書道会が統合して、新団体、台東書道院が結成された。これも、豊道春会の尽力によるものであった。第1回展は早くも1930年11月、東京府美術館で華々しく開催された。東方書道会、吉田茂武、松本宝水、高津家畜堂、助文移りさん、長谷川さすが、辻本文雄黒木排跡の七人が、 大東書道院を分断して、新しい書道会の創立を計画し、後に、河村紀さん、服部功績、柳田康しくも、篠原大霊が加わり、1932年4月、東方書道会を結成した。山岳書道会は海ウミ舟が、提唱者で昭和9年5月に誕生し、第一回展が同月、開催された。 第日本書道院1937年4月、非、大天来が、明確門の一部の人々と、天来時期門の人々で組織したのが、第日本書道院である。1937年7月24日から8日間、東京府美術館で第1回展を開催し、2950点の出品作品を天来が単独審査し話題を呼んだ。また、 74点に及ぶ明確異木店を閉鎖した。第2回店を終えた翌年、1939年1月4日、天来が休成したが会は異行を受け継いで存続した。しかし、昭和16年12月29日、生命書を発して解散し、講和書道連盟に吸収された。講和書道連盟、川崎勝賀満州と、 中華民国との親善を目的に1939年4月、講和書道連盟を結成した。第1回展は、北京中南海公園海人堂、大連三越、上海中部日本学校、南京町天宮、大阪市立美術館の5会場で公開された。初段革新協議会1940年12月、東亜書道新聞社が、座談会を催し、初課の参集を求めて、 書道会の大道団結について意見を交換し、1941年1月、初段革新協議会の結成に至った。しかし主事の難問があったことや、初期の目的を達成したことからすぐに解散の声明を発した。大東亜書道会体制翼3会が乗り出して、国策に沿う新団体結成を図り、1943年1月、大東亜書道会が結成された。 反対意見が許されない。時代背景もあって自局は緊迫し、東方書道会は解散、対等書道院、山岳書道会は休眠状態に入り、公和書道連盟は健在である。声明書を発したものの自由が効かなくなった。応答和書道会は戦争を背景にした特殊機関であり、もはや書道のための団体ではなかった。現代書への帯同、編集、 草壁明覚を継ぐ、主な人々の中で、最も壮大な展開をしたのは、非、対天来である。天来は30歳の時、文献に合格し書家としての活躍が始まった。明覚は唐用を、陸長書によって革新し、さらに非番法上の体系的研究により、書にもその時代にふさわしい根拠を持たせようとした。これに対して天来は、非番法上をより一層体系づけるとともに、 個性、芸術性という内面的な美意識を開拓していった。この明確から天雷への展開は、天雷の門弟たちに引き継がれ、この時代に現代書として現れる。現代書の宣言1933年天雷の教えを受けた上田総級を中心とした若い世代が、書道芸術者を結成し、帰還し、書道芸術を発刊した。その創刊の時に、 現代に生きている我らには自ら現代の書がなければならぬ。明治大正の二時代におて、尖閣は献身的に復古運動を絶叫された。しかし復古そのものが最後でも目的でもない。この基礎に立って古いものを現代化し、あるいは進んで新しく生み出すことに意義がある。と述べている。また、サメシさんは同じく総監号の作処理方法描きの中で書は 文字という素材を借りて、作者の主観を表現するところの宣言術である。社会情勢が変わり、作者の主観が異なり、用具が新たに発明されるならば、さらに新しい様式が生まれるべきは当然である。だから何時までも従来の天礼開行層に固執する、必要はないということになる。と述べている。このように、書道芸術創刊号は、現代書の進むべき、 方向性を明らかにするものであった。近代史文書については、1933年、金子あざみ谷が書の研究に新重は対論を展開し、島崎東村の秋風の歌や北原白秋のケヤキ、カヤニを発表した。また、書道芸術は1937年11月号で、金混じり文の研究を特集し、手島有慶は金混じり文とともに、 それの英語表現を報告している。上記の流れを組まない団体。編集詳細は、書道展専門参照戦後の日本の書道会の大きな出来事は以下の通りである。前衛書道は、かつて、審判や、神経校と呼ばれていたが、1954年の毎日書道展で、墨蔵芸術の名が与えられ、美術評論会などでは、中小書道などとも呼ばれた。 書道芸術者で、現代書の運動に関与した、上田総久と大沢正康は、それぞれ書道芸術院内で、書のびと平原社のグループを結成し合いきしていた。近年の前衛書道の団体としては、この書道芸術院の他に、形成会、創人社、青狼社、現代書作家協会があり、その他無所属に、非、対南谷らがいた。 近代書道教育の発展に貢献したのは、小中学校の修字教科書の筆者とも言える。その書風は、明治初期の筆子流から始まり、明治後期から願望が昭和初期まで続いたが、この頃から筆者である書家たちの古典研究が、盛んになり、次第に、その影響が現れてくるようになった。中でも、陸長書風から脱皮して、 進む登場風に傾倒した庭改革が文部省教員検定試験委員になり、学校の初動教育の基準を初等の会所に置くことを提唱した。その結果、改革の文科である鈴木水賢が国定の修士教科書の執筆をするに至り、この基準は確固たるものとなった。文部省教員検定試験とは、中学校、市販学校の教員の資格を与える検定試験であり、 1885年から1948年までの63年間に、渡り施行された。背景明治時代になり、学校制度は小学校、中学校、師範学校、大学等が設けられたが、中学校、師範学校の教師の有資格者が乏しく、これを補うために、1884年8月13日、中学校師範学校教員免許規定が定められた。 その第3条に学力の検定派試験にいるものとすとあり、明治18年3月、第1回学力検定試験が施行された。文献修士課中学校、市範学校の修士課教員として教職に就くためには、この文献修士課に合格する必要があった。受験者は、主として、小学校教員であったが、検定試験の合格率は5%と、大変厳しく、 有志格者の欠を満たすにはほど遠かった。したがって、有志格者がいない学校も相当数あったことから、習字成績の学校差は歴然たるものであった。1935年前後から文献修字化は文献書道化に改名された。これは実用主義に造形芸術としての美の追求が加味された結果であり、世論の要求に文部当局が応じたものであった。 よって受験者もそれぞれの時代の要求に応じて周到な準備をする必要があった。詳細は日本の漢字書会一覧を参照漢字書道会における虚勢は草壁明確であった。陸長書道の主相者であり、最も多くの門人を要した明治書道会の啓蒙者である。西川春道がこれに寄港し、今日の漢字書道会の基礎はほとんどこの二人を中心に作られた。 また、草壁明確文下の日、大天来は、明確の古典研究を、さらに発展させて、書の近代化と芸術的独立のために努力し、その文下から進歩的な書家が多く輩出した。詳細は、日本の悲し書家一覧を参照かな書道会における、小野画堂もまた多くの文人を育成した。また、大口修行に学んだ、小野栄採集は、古筆第一主義を取り、 多くの文人に影響を与えた。ありがとうございます。